UHO とはアンアイデンティファイドハイテクノロジーオブジェクト、未確認ハイテクマシンの略称で、現在の研究の延長上に実現されるかもしれない夢の乗り物のお話です。UHO レポートナンバー2。世間が時期につきから飛ぶ火星開拓団のシャトルで盛り上がっている頃、研究所空で構成された火星開拓団が出発前の火星を観戦、まったく月好んで高いところに登っていく連中の気が知れないぜ。月面火災から1週間、後始末も一段落して、さて牛尾のやつは火星に行くかね。牛尾君がそれを望むなら私たちもできる限りの備えをしなくてはなりません。優秀なテストパイロットが抜ける穴は大きいですからな。で、このロボットとコンピューターシステムというわけかい。ええ、ネモシステムです。火星開発用のロボットにかこつけて作ったものが全国配備の大型受注だって。すでに月面基地では先の事故を受けてレスキューパックの配置が始まったようですな。ただあそこは人も少ないからネモシステムのパイロットの確保の方が大変だって、みどりさんが。パイロットの代わりを作ってたのにパイロット不足とはね。ボルトロン社ではパイロットの育成をどうしてるんだい？天才パイロット、教育者としての資質はいかに。見出しとしては悪くないですね。またあんたかい、飽きないね。天職でして、お、制服も新しくなってますます可愛くなったね、ナギちゃん。アワタさんは相変わらずですね。やれやれ。パイロットの育成は配置されたレスキューの隊員へレクチャーという形をとっています。ただ操縦者の負担が少ないシステムですから。パイロットの資質の基準はもっと別のところにあった方がいいさね。このネモシステムってのは最終的に人間なしでの運用を目指してるんですか？いやいや、ネモは人間と組むことで最高のパフォーマンスを発揮できるのです。必要なのは優秀な司令塔でして。ほう、空を束ねる優秀でお美しい桃の司令の後釜なんてなかなかいないでしょうな。世の中世辞だけじゃうまく渡れないよ。牛尾は空に帰っちゃうんだって？みんな今頃俺がいなくて寂しがってるはずですからね。どっちがね。二人はボルトロン社の火星王冠戦の準備が一段落したらすぐ空に戻ってくるんですか？そのつもりだが、まだ他にも並行して開発していたロボットのテスト中でね。そのロボット、もう少し情報をくれれば助言くらいはしてあげたのに。すまない、君も忙しいだろうと思っていた。あら、私はそんなんでもなかったわよ。確かアクチュエーターのトラブルで大変だったのよね。その話は内密にということだったが、誰に聞いた？あれ、これ話したのってあなたじゃなかったかしら？粟田さんとこんがらがってませんか？ああ、そっか。誰だよそれは。最近うちに取材に来てる記者さんですよ。声があなたと似ててね。
電話で話してたら混乱しそうなくらい。それは聞き捨てならないな。何よ。その話はいずれ。私はボルトロン社に戻るよ。2ヶ月間仲良くやってくださいね。ダイナモ、彼女どう思う？13番の鵜飼美晴、資料によると少々病弱らしいが。これが私の手足。どうだい気分は？すごいですわ、まるでスーパーマンになったみたい。それは頼もしいな。光栄です。私、緑さんに憧れてここに。でも体も強くないし。宗像主任、ネモシステムの調整を続けてくれ。まず遠隔操作、それがネモの基本機能の一つだ。しかしこのように通信が途切れることもある。通信が途絶えたら？私が通信再開までの作業を自律的に引き継ぎます。 AI がですか？不安かな。少し。正直だな。ではその不安が消えるまでネモを信頼し、信頼できるほどに教育するのが今日からの君の役目だ。よろしくお願いします。こちらこそ。よし、ダイナモ、私たちの役目はひとまず終了だ。次の準備に移ろう。もう行ってしまわれるのですか？手強い相手から火星行きの切符を奪うのが大変でね。緑さんほどの人が。相手はどんな人なんです？かなり牛を。いつか君たちも逆境になった時、出会うかもしれないな。このディアワンというロボットは、三角形のクローラーと、それと結ばれたリンク、2つリンクがあります。その後に、直線型のクローラーがあって、それが連結された構造をしています。なぜこのような変わった構造をしているかといいますと、例えば前方に障害物などがあった際に三角形の部分を回転させて、そこに乗り上げるようにして障害物を乗り越えていくことができます。このロボットを開発した当初の目的としましては、災害現場などで情報を集めたいと。そうですね、無線を介して映像だけでなくて、そのロボットのいる場所の情報を同時に取得して、災害現場がどのようになっているか確認したいという目的で開発を行いました。センサーネットワークっていう技術があるんですけれども、それではセンサーと無線機が一体となったものをたくさんいろんな場所に設置しておくことで、それぞれの場所の情報をバケツリレー式に無線を使って情報を集めてくるという技術なんですけれども、それと違いまして、このロボットは内部にセンサーと無線機を搭載して移動することができるので、もっと広い場所にこのロボットをたくさん投入してやることで、それぞれのロボットが動き回って、それぞれの場所の情報をロボットを介しながらこうバケツリレー式に情報を送ってくると。でその情報を集めて災害現場を全体を把握する、そういった技術です。将来的になんですけれども、このようなロボットをヘリコプターなどから災害現場にパラシュートをつけてたくさんばらまいていく。落下した後はそれぞれのロボットがパラシュートを切り離して、それぞれが独自に自律的に動作しながらさまざまな場所に入っていって、災害現場の情報を無線を使って伝達すると、そういったシステムを考えています。潮君、まだ彼女は頻繁に粟田という男と話しているのかね？どうすかね。多分今話したのが全部ですけど。高峰さんが窓口みたいになってるんで、接する機会は多いんじゃないでしょうか。そうか、ありがとう。宗像さん気にしてるみたいだな。高峰さんと月に行ってもうすぐ2ヶ月か。でも4番通路で挟み撃ちにするわよ。了解。右へ行った？いえ、左でした。じゃあもう一回。君も起きたのか。ネモシステムを導入するにあたって見てこいって。今のは？相手の考えていることを当てる訓練だ。それは難しいわね。人間にだってなかなか。しかしネモシステムに求められているのは究極的にはその点なのでね。で、あなたは得意？そう言われると自信ないな。あら、停電。
また工事中のミスかしら。面倒なことになった。なんで？この部屋は独立電源だ。予備電源に切り替わらなければセキュリティ上外から解除コードを入力するまでドアをロックされる。これからすぐに地球に戻らなきゃならないのに。もう戻ってしまうのか。あなたも近いうちに帰るでしょ。そうなんだが。宗像主任、ネモシステムならどうでしょう。部屋の外からキーを操作すれば。今動かせるネモはあるか。はい、1階の工作室に。でも大丈夫、訓練の成果を見せてみたまえ。ネモ、自分の現在地がわかる？工作台脇と推定されます。じゃあまずそこから出て右にターン。そのまま直進50メートル。その辺りの右手に上りの階段があるはずよ。出発地点から68メートル付近に段差を確認。うまいもんね。ああ、それに集中している。席も止まった。階段を上ったら右へターン。さらに直進80メートルで突き当たりに礼拝堂がある。礼拝堂を確認。でもよくやったわ。扉はその先よ。宗像さん、解除コードをお願いします。二人でお茶を。あー、やっぱ光はいいわね。ネモも心配なさそうだし、これで安心して地球に帰れるわ。そうか。そうそう、気になるといえば一つだけ。やっぱり私が粟田さんの声を聞き間違えたってこと、動揺してた？自分でも意外だったよ。まさか科学以外にライバルがいるとはね。たとえ声を間違えても、あなたを好きな私はちゃんとここにいるわよ。そうだな。じゃあ今私が何考えてるかわかる？きっと僕と同じことを考えているはずだ。ネモ、私たち一緒に成長していくのよ。はい。